皆さんこんにちは、豊臣秀吉役の田中直樹です。今回ブルーシャドウプロデュース織田信長ということで、本日ビジュアル撮影をしてまいりました。このようなポジションになっております。虎を背負っております。はい、どこかのね野球チームが勝った年みたいな感じになっておりますけども、はい、僕自身なんかこういうちょっと艶やかといいますか、まあ、艶やかは着てるか、まあ、こういう派手、ザ派手みたいな衣装着るのちょっと BSP でも初めてですし、今までこういう衣装を着てる人もあんまいなかったんじゃないかなと思うので、新鮮な気持ちで、楽しい、心からねちょっと明るくなるような衣装で、すごく、いいビジュアル撮影ができたんではないかなというふうに思っております。そしてですね、今回豊臣秀吉役を演じさせていただくということで、まだ正直台本を、しっかり届いてる段階ではないんですけども、どの時代をやるのかなとか、まあ、羽柴ではなく豊臣ということなので、どういう時系列になっていくのかとか、そして今回からいろんなね、女性のキャストもそうですし、新キャストもそうですし、以前から力を貸してくださってる土井さんとか翔くんだったりとか、あの BSP のみんなだったりとかと、どういう作品に、作り上げていけるのかなというふうにとても楽しみにしておりますので、ぜひぜひ皆様 BSP の10周年一発目の作品になりますので、劇場まで遊びに来ていただけたらなというふうに思っております。精一杯頑張りますので、応援のほどよろしくお願いします。以上、田中直樹でした。劇場で待ってます。